お待たせしました。まもなく本線はロレント市に到着いたします。着陸の際多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。あ、ほらエステル、さっさと座りなさい。立ってたら危ないわよ。うん、そうね。本日は飛行専攻者をご利用いただき誠にありがとうございました。ロレントでお降りになるお客様はお忘れ物がないかご確認。これは、なんだこれは。どうしてこんな低い高度で雲の中に入ったりするんだ。いえ、これは雲というよりも、管制塔より連絡がありました。どうやらロレント市一帯に突然濃霧が発生したそうです。なんだと。なのこれ。うわー、真っ白。うん、雲の中にでも入ったのかな。そうかもしれないけど、その割には高度が低いわね。飛行船の着陸時にはこういうことがよくあるのか。いや、珍しいと思うぜ。少なくとも俺には経験がね。私もです。皆様どうぞ落ち着いてください。管制塔からの連絡でロレント市一帯に濃い霧が発生していることが判明しました。現在着陸時の視界確保のため、夜間のサーチライトの準備を発着場の方で行っております。今しばらくお待ちください。霧って、確かにロレントにも霧が出るけど、せいぜいもやくらいだったよね。ええ、こんな濃いのは記憶にないわ。嫌な予感がするわね。出航を見合わせるそうですね。うん、ここは一旦降りてギルドに行った方がいいわね。そうだな。え、どうして。地元のお前さんたちがいぶかしがるような異常な濃霧、結社が絡んでいる可能性もあるだろう。あ、残る地方はボースとロレント、そして次はボースではなくロレントだったということかな。まさかこんな時にあなたたちが来てくれるなんて。確かボース支部に向かう途中だったのよね。ええ、その通りよ。狙ったようなタイミングで足止めを食らっちゃったわ。おかげでうちはとっても助かったけどね。それにしてもエステルと会うのは訓練場に行く時以来かしら。新しい仕事用の服もだいぶ板についたみたいね。そっかな。ジンさん、クローディア殿下、ティータさんとは初めてよね。私、ロレント支部の受付を務めるアイナと言います。よろしくお願いしますね。はい、こちらこそ。あの、よろしくお願いします。お前さんの噂はいろいろと聞かせてもらってるよ。あら、そうなんですか。特
ところでオリビアさん、そんなところでどうしたのかしら。気にしないでくれたまえ。決してあの夜のことがフラッシュバックするとかそういうわけではないんだからね。おお。そっとしておいてあげなさい。そういえばアガットはアイナと面識あるのよね。まあな、ロレントにはあまり寄らねえから何度か会った程度だが。今回はよろしくね。挨拶はこのくらいにして、早速状況を説明させてくれる？ええ、お願いするわ。霧が発生したのは今日の明け方くらいになるわ。最初はうっすらともやがかかった程度だったけど、みるみるうちに濃くなって視界を遮るほどになったの。どういう原因で発生したのか現時点では分かりませんか？ええ、今のところはロレント市の全域を覆っているのは確かですが。霧にもいろいろ種類があるからな。沖合で発生して海岸に流れてくるものもあれば、盆地で発生するものもある。うん、王国地図を見るとロレントは盆地にあるようだね。ええ、どちらかというと単なる自然現象である可能性も否定できないわね。どちらにせよ警戒はした方がいいみたいね。防水機は中断してこのままロレント地方で様子を見た方がいいんじゃないかしら。その方が良さそうだな。どの道霧が晴れるまでは定期船も動かねえみてえだし。あ、そのなんだエステル。例の空賊事件はどうするのかなって。そいつはもともと他に手がかりがなさそうだから調べてみようって話だっただろう。調査自体は王国軍がやってるし、俺たちが無理に行く必要はねえだろう。でもなんだ、気になることでもあるのか。あ、うん、そういうわけじゃないんだけど、でも私エステル、あんたの心当たりが何なのかは知らないけど、少し冷静に考えてみなさい。え？空賊艇の奪還事件はある意味終わった事件よ。人質が取られたのならともかく、ギルドが動く緊急性もない。そもそも空賊がボース周辺に留まっている可能性も低いしね。それは。一方こっちの異常現象は今起こりつつある事件だわ。もしも結社の仕業だったら、さらに何か起きる可能性もある。さあどちらを取るのが正しいの？エステルさん。あのシェラさん、多分お姉ちゃんにも事情があると思うんです。だからその、ううん、ティータ、シェラ姉の言う通りだわ。お姉ちゃん、ごめんね、シェラ姉。私ちょっと周りが見えてなかったみたい。謝ることなんてないわ。周りが見えなくなるのは誰にだってあることだしね。私だってそうだし、そこのアガットなんて特にね。んだと？でも己を見失わずに常に最善の道を模索するのも遊撃士には必要な心構えよ。言うは易し、行うは難しなんだけどね。そのあたりに関しては俺もまだまだ修行中の身だな。旦那の足元にも及ばんだろう。そうなの？どんな逆境でも己を見失わず、ユーモアすら漂わせる真の強さ。以前旦那がカルバードに来た時、何度も七を助けられたもんだぜ。そうなんだ。まああの親父の息なんざ簡単に届くわけはねえからな。俺たちは俺たちなりに一歩ずつ進むしかねえだろう。そうだね。アイナさん、ごめん、話を脱線させちゃって。いいのよ。それでは話を進めさせてもらうけど、現時点であなたたちに要請したい仕事は特にないの。何か起こった時のために待機してくれるだけでいいわ。
家で待っててくれてもいいのよ。あ、うん、家には戻るつもりだけど、それ以外に気をつけておくことってない？そうね、強いて言うなら街道の様子を調べてきてほしいくらいかしら。街道の様子を調べる？さっきも言った通り、霧はロレント市全域を覆っているんだけど、町外れの方にも結構広がっているみたいなの。今後のことを考えると、発生範囲がどのくらいか知っておきたいのよね。このまま定期船が使えない事態が続けば、陸路を確保する必要があるわけか。ええ、そういうこと。南のエリーズ街道、西のミルヒ街道、北のマルガ山道、この3つの道でどこまで霧が続いているか確かめてくれる？了解。そのくらいお安い御用だわ。さて、そうなると今回は私とエステルが案内役になった方がいいみたいね。うん、そうね。ロレント地方なら大体知ってるし。はあ、それにしてもすごいわね。知り尽くしている町なのに迷っちゃいそうな気がするわ。そうならないように地図とコンパスがあるのよ。方向を見失ったら参照しながら進みましょう。うん、そうね。とりあえずそれぞれの道で霧の範囲を調べるとして、クローゼ、オリビエ、一度家の様子を確かめに行ってもいいかな？はい、お付き合いしますね。エステル君の家か。これは楽しみだね。さてと、それじゃ出発するわよ。ここもかなり霧が出てるわね。はあ、ここがエステルさんのお家ですね。趣味人らしいこだわりが感じられる家だね。そういうもんかしら。お茶くらいご馳走するから、よかったら上がっていってよ。お茶の用意は私がするわ。あんたは屋根裏部屋に上がった方がいいみたいね。屋根裏部屋？なんで？ほら、あれよ。あ、そっか。さすがにこの霧じゃ家の中が湿っちゃうわね。うちは落ち着くわ。外が霧だらけだから余計にそう思うのかもしれないけど。それはあるかもね。しかしシェラ君、なかなか勝手知ったる手際の良さじゃないか。そりゃまあね。ここの家とは随分長い付き合いだし。私のお母さんが生きていた頃からだから、もう10年以上になるかな。ええ、そうなるわね。確かシェラザードさんは旅の一座にいらっしゃったとか。どんな風にエステルさんとお知り合いになったんですか？それはね。ちょっと知らねえ。いいじゃないの、昔の話だし。あれは12年前、うちの一座がロレントに興行に来た時だったかしら。その頃のエステルは今以上に好奇心旺盛な怖いもの知らずでね。興行の後、一人で私たちの天幕に遊びに来ちゃったのよ。旅芸人の一座なんていわばよそ者じゃない？普通興行以外で地元の人が近寄ることなんてなかったから、最初はみんな戸惑ってたけど、まあとにかく物おじしない子でね。毎日遊びに来るうちにすぐにみんなに気に入られちゃってたわ。もちろん私も含めてね。
そんなある日、日が暮れてからエステルが帰ることがあって、仕方なく私が家までエステルを送って行ったのよ。カシウス先生とレナさん、エステルのお母さんと知り合ったのはその時だったわ。そんなことがあったのかい。物おじしない性格は昔からだったんですね。さすがに4歳の時だからあんまり覚えてないんだけど、でもその時から知らねえ、巡業でロレントに来るたびにうちに遊びに来るようになったのよね。そうだったわね。しかしシェラ君、旅の一座にいた君がどうしてリベールで遊撃士に？いろいろと事情があってね。8年前遊撃士になろうと思った時、カシウス先生を頼ることにしたの。それ以来ずっとリベールにいるわね。うん、なるほどね。あ、そういえばその頃にはもうヨシュアさんもいたんですか？あ、ううん、ヨシュアが引き取られたのはその3年後くらいかな。シェラネーが声優劇師になるために王国中を回ってた頃だったよね。そうだったわね。旅から帰ってきたら見知らぬ男の子を紹介されてね。さすがにちょっとびっくりしたわ。あれ？今、鈴の音が聞こえなかった？ええ、遠くから聞こえてきましたね。なんともみやびな響きだね。うんうん、うっとりしちゃったわ。あれ、どうしたの？知らねえ。あ、ううん、なんでもないわ。綺麗な音色だったから聞き惚れちゃっただけよ。なんだ、知らねえのか。鈴の音なんて珍しいけど、リノンさんの雑貨屋で新しく仕入れたのかしら。そうかもしれないわね。それはともかく、これで霧が発生した範囲は大体つかめたわ。そろそろギルドに戻りましょう。あ、うん、アイナさんに報告しなくちゃ。みんな、ご苦労様。まずは報酬を支払わせてもらうわね。この調子で次やった！ランクアップよ。しかし、もっと漠然とした報告になると思ったんだけど、そんなにはっきりと霧の境界ができていたなんてね。ええ、不自然といえば不自然ね。実際、地図だとどんな風に広がってるの？ちょっと待ってて。エリーズ街道方面に60セルジュ、ミルヒ街道方面に80セルジュ、マルガ山道方面に140セルジュ、こんな感じじゃないかしら。これだけだとさすがに何もわからないか。そうですね、霧の広がり方は発生原因や風の流れで変化するそうですから。しかし、どうにもはっきりしねえ状況だな。結局、ここで待機しつつ、有事に備えるしかねえってことが。そうなるわね。現状では、王国軍も出動を決めかねてるみたいだし。あ、そういえば。ねえ、ティーター。霧除去装置みたいな発明品、博士が作ったりしてないかな。前に除湿機っていうのをおじいちゃんが発明したことがあったけど。除湿機、名前の通り湿気を取り除く装置ってわけね。それって使えそう？多分無理だと思うよ。屋外の大気を処理するには何百台も必要になっちゃうし、
それだけ用意できたとしても一時しのぎにしかならないかも。はあ、そう都合よくはいかないか。せめて結社が絡んでいる証拠でもあればいいんだが、連中の仕業にしては中途半端な感じもするしな。中途半端っていうと？これまでの事件だとゴスペルが使われた時にはありえない現象が起こっていた。だが今回の霧はそこまで大それたものとは思えなくてな。それは確かに。それともう一つ、彼らは毎回何らかの形でメッセージを発していた。しかし今回はまだそれが見受けられないようだね。メッセージ？亡霊騒ぎ、サングラスの男、そして各方面に送られた脅迫状、こちらに怪しいと思わせる挑発的なサインがあったということさ。なるほど。確かに中途半端な気はするわね。どうしたの、シェラザード？そのメッセージだけど、もしかしたらすでに受け取っているかもしれないわ。え？どういうこと？大変じゃ！市長さん？エッセル君、ずいぶん久しぶりじゃの。どうも久しぶりです。でもどうしたの、そんなに慌てちゃって。って前にも似たようなやりとりがあったような。市長さん、まずは落ち着いてちょうだい。何があったの？あったも何も。君たちの方は大丈夫だったようじゃな。どういうことですか？先ほどうちのリタ君がいきなり倒れてしまったんじゃ。しかも同じようにいきなり倒れた市民が他にもおるらしい。なんですって？一通りの家を回ってみましたが、やはり全員症状は同じですな。呼吸も安定していますし、瞳孔にも異常は見られませんでした。ほとんど睡眠中と同じ状態なので、すぐ容体が悪化することはないでしょう。そうですか。不幸中の幸いというものじゃ。今回の件はロレント氏から正式にギルドに調査をお願いする。どうか原因を突き止めて皆の不安を取り除いてほしい。任せて。微力を尽くさせてもらうわ。ねえみんな、やっぱり結社の仕業だと思う？その可能性は高くなったね。教会の方にもわからない原因不明の昏睡状態、ありえない現象と言えるかもしれませんね。やっぱりそうだよね。それじゃあひょっとしてメッセージもあるとか？ええ、確かめる必要があるわね。倒れた人たちのリストはちゃんと手帳にメモしてある？あ、ちょっと待って。その4人の関係者を中心に街で聞き込みをしてみるわよ。一通り回ったらギルドに戻ってアイナに報告すればいいわ。
クラウス市長の依頼で昏睡事件の調査を始めたそうね。どう？聞き込みの様子は。あ、うん、昏睡した人の家族から一通り話は聞いてきたけど。わかったわ。それではみんなを呼んで一旦情報を整理しましょう。なるほど、いろいろ調べてきてくれたわね。特に昏睡した人たちの関係者の証言は興味深いわ。とりあえず全ての証言において完全に一致している箇所がありそうね。あ、それって。ええ、まさにその通りね。4人の件に共通すること、それは昏睡した瞬間を目撃した人がいないということよ。なるほどな。まるで狙ったかのようなタイミングで眠ったわけか。その意味ではこの霧も一役買っているみたいですね。これだけ視界が狭いと目撃者も限られるでしょうし。霧の中から人知れず現れて犠牲者の魂を喰らう悪魔、そんな怪しくも美しいイメージが浮かんでくるね。ゾッとしないわね。そうなってくるとその悪魔を特定するのに有効な証言がありそうね。ええ、鈴の音と黒衣の女ね。どちらも昏睡事件に関わりがあると見ていいわ。鈴はともかく、黒衣の女の人を見たのって確かエリッサだけよね。偶然って可能性はないかな。いえ、それはないわ。その女性が現れた場所で何があったのかを考えるとね。あ、そう、黒衣の女性が出てきたのは時計台から。そこでパット君がルック君を見つけたのよね。確かに偶然であるわけないか。それじゃあやっぱりその黒衣の女の人が。ああ、間違いあるまい。どうやらまた新たな執行者が現れたようだ。チッ、やはりか。原因不明の霧と昏睡が今回のありえない現象、そして鈴の音がメッセージなんですね。これでようやく敵の姿が見えてきたわね。私はこれから各地の支部と王国軍に連絡するけど、みんなはどうする？そうね、このままだとまたいつ他の市民が狙われるとも限らないわ。夜通しでパトロールをすべきね。うん、私も賛成。交代でやれば少しは休めるはずだし。ああ、その必要はないぞ。夜間のパトロールは俺たち野郎どもに任せとけ。お前らはまとめて家でゆっくり休んどけや。でも。そうね、エステルも今日は疲れたでしょ。姫様とティータちゃんを家まで案内してあげなさい。あ、うん、わかった。あのな、白里、何を人ごとみたいに言ってる。パトロールは野郎どもに任せとけって言っただろうが。え？お前さんとエステルには調査で頑張ってもらったからな。代わりと言っちゃなんだが、今夜はゆっくり休んでくれや。ちょっと待って。ランク B の遊撃士にそんな気遣いは無用だわ。シェラ君、ここは従っておきたまえ。平気な顔をしているが、疲れは完全に隠せていないよ。必要な時に休息を取るのも遊撃士の仕事じゃないのかな。そうね。知らねえ。ジンさん、アガット、夜間のパトロールよろしくお願いするわ。ああ、任せとけ。その代わり明日は朝からきっちり働いてもらうぜ。
今夜はもう遅いからすぐに休んだ方が良さそうだね。それではエステル君、家まで案内してもらおうか。で、どうしてあんたが来るわけ？そう警戒することはないさ。このオリビエ、たとえハーレム状態であっても節度は守る紳士だからね。オリビエさん、目が横島ですよ。まったく、このままスマキにしてやろうかしら。ほら、スチャラカ演奏か。こんなところで何をしやがる。とっととパトロールの順番を決めちまうぞ。え？アガット君ったら、お茶目さん。パトロールは君とジンさんの二人でやるっていう話だろ。そんなことは一言も言ってねえ。俺たち野郎どもに任せとけって言っただけだ。え？ほら、とっとと来やがれ。あ、アガット君、ちょっと待ってくれないか。こんなハーレム状態なんて滅多にあることじゃないんだよ。君の分まで楽しんでくるから、どうか見逃して。ああ、とっとと始めるぞ。オリビエ鳴らしにはああいうのが一番みたいね。しかしほんと緊張感のないやつ。本気なのか冗談なのかいまいち分かりにくい人ですよね。 100% 本気だと思うけど、とりあえずティータの教育に良くない存在であるのは確かね。そんなことを言ったらオリビエさんがかわいそうだよ。知らねえ？ううん、なんでもないわ。オリビエの言葉じゃないけど、今夜は早めに休みましょう。うん、そうだね。ティータ、クローゼ、案内するからついてきて。